かいいね。マーク久しぶりだ。懐かしすぎる。いつぶりだろう。みんないつぶりだと思う。ほんまにいつぶりやろ。思い出せない。ちゃんとやったのが本当に思い出せない。初見だからわかんない。アークはね、なんかいっぱい恐竜をテイムしていって最強になっていくっていうゲームだね。そう、なんかレベル上げていって個性を身につけていくんだよね。個性を身につけていって恐竜いっぱい捕まえていくっていう、サバイバルをしていく。あ、ボスね、ボスめちゃくちゃ面白かったね、あれ。私あれ好きだったな、あれマジで嬉しかったな。ココちゃんとさ、初めてさ、なんかアークコラボをしたことがあったんですよ。あったんだけど、その時にココちゃんがドッキリを仕掛けてくれてですね、そんなコラボがありましたね。あったかかったです。うん、嬉しかった。ココちゃんがいろんなものを用意しててくれて、あとルシアがね、上の壁に突っかえて、なんかもうまみった時があるんですよ。生きててまみってるの、動けないの、首だけ石に挟まれて、それを魔法のね、魔法の言葉で助けてくれたんだよ。もうそういうこともあったりね、アークには思い出がたくさんあってちょっと悲しかった。サバ新しくなってて嬉しいけど思い出しちゃった。しくしく、強くない？あ、ごめんごめん、強くない？ごめんごめん、怖い怖い、結構怖い、ちょ、怖っ、ちょ、待って、あー、見えない、会長助ける、ここじゃ。トロード、みんなこいつには気をつけろ。いや、ココちゃんがいたらな、また魔法の言葉であんなの消滅させるんだろうな。いや、本当にね、いろんなことがあったな。いや、初見さんとかでね、最近ホラライブ見たよって人でね、ココちゃん知らない人もいると思うんですけどね、キリュウココちゃんっていう子がいまして、アークをね、めちゃくちゃね広めてくれた子なんですよ。そしてルシアの恩人なんですよ。じゃなければルシアは引っ越してなかった。マジで引っ越してきてなかったんですよ。マジでさ、引っ越す気ほんとなかったの。めちゃくちゃね、もうみんなから言われたの、引っ越せ、早く引っ越せって、あよ、引っ越せって。で、その時ルシアバイトもしてて、仕事もしてたんすよ。なんで仕事してるの？みたいな。それでもルシアは、え？みたいな。なんでみたいな感じだったの。バイト、そう、懐かしくない？今さ、知らないでしょ、バイトしてたとか。全くわからんでしょ。バイトし、やばいやばい、ほんと許して。ほんと勘弁してくれ。引っ越してきたわけですよ。だってさ、ど田舎にいてさ、魔境に来んのってすごい勇気ない？とか、ちょっと離れてねなレベルだったらいいけどさ、ほんとど田舎の人物だったから、ルシアさ、どれくらいど田舎だっていうと、もう山こんな感じなの、こんな感じで鹿とかがね、道路にいるレベルなんだよ。一番びっくりしたのは、鹿が鼻血垂らしてんの。もう俺じゃびっくりしちゃって、誰か助けてあげてって思ったら、警察官の人が来ててよかったって思ったんだけど、あの鹿無事かな。タヌキも横たわってたりして、ほんとかわいそう。なんか、あのね、道路が辛い。すべて繋がった。そう、まあ、すべてさ、アークから始まって、アークから魔境に来たんだけど、それがココちゃんだったわけよ。だから今、みんなと遊べるようにもなったし、こっちに来てね、こう、収録もできるようになったりしたんですよ。じゃなきゃね、多分ね、収録とか全然できなかったし、大変だったと思う。あと、わけのわからんところに引っ越しをして、絶望したと思う。ちゃんと会長がね、膣に隠さず自分の住所をバーンって、パイセン、ここにいるんですけど、めちゃくちゃいいですよ、めちゃくちゃここにいるんですけど、ほんとどんなとこなの、マジで恐竜いっぱいいますよみたいな感じでね、いっぱいいいもいい肉枯れますよみたいな感じで言ってたから、いや、じゃあな、でももし本当にやべえとこでも会長とかがいれば平気かなと思って来ました。最近ちょっとルシアさん、なんか嫌なことあったりしてさ、結構警察事件とかあったじゃん。で、みんなさ、かなここハウスとかに頼みなってって言ってくれたじゃん。で、ルシアね、それね、一番ね、なんだろう、迷惑かけちゃいけないと思ってて。だって、やばくない？本当にさ、こう、ストーカーさんとかさ、まあ、いないけど、そういうのでさ、みんなに頼ったとするじゃん。みんなが危ねえんだよ。みんなが危ないから。で、他のみんなも言ってくれるの、頼ってね、みたいな。大丈夫？うち来るみたいな。うちにおいでみたいな。言ってくれるの。おいで
ってチャットとか飛ばしてくれたりするんだけど、いや絶対できる、いやそれだったらルちゃんが刺して戦うわみたいな。それがね、ちょっとそうなんだよね、ほんと嬉しいよね、そう言ってくれ。いやここに拠点作んない。